にちは。お疲れ様です。こんにちは。あ、こんにちは。いや、やっぱ大きいね。前田くんも大きいんだよね。あ、そうなんですよ。野球バッチリやってたからね。一応175あるんですけど、隣でかすぎていつもちっちゃく見られます。そうだね。高岸くんいくつなんだっけ？188です。でかいな。いや、俺もでかいな。うん、俺本当に春日が高岸くんぐらいあってほしかったね。ちょっとちっちゃいですもんね、春日さん。ちっちゃいって言い方やめろよ。ちっちゃいってやめなさいよ。そうなんだよ。悔しいな。188ぐらい欲しいんだよな。今んとこ仕事してて順調、うん、まあ、うん、でもやっぱ、うん、オードリーさんとかを見てるとまだまだ、うん、だいぶスピード遅いなと思います。あ、これからどんどんじゃあもっともっと行こうじゃないかと、うん、そうですね。そこはまあいずれはっていう、まあ、うん、春日さんはやらなきゃいけないなと思ってたんで、こっちとしてもそうだよね。もしかしたら被るところはあるかもしれないから ね、まあ、ね、そうだね。いつかやっぱぶつかる者同士だったってわけよ、うん、まあ、正直、まあ、その芸歴の差もあるんで、この春日 VS 高岸ってなった時には、うん、そう、春日さんの方に部があるかなとは思うんすけど、うん、ただあの僕最近よく思うんすけど、うん、うまいことたまにやろうと春日するじゃないですか、うん、春日ってなんだよ。まあいいけどですよ。普段の呼び方が出てるじゃないかよ。春日 するんですけどって、まあまあ、聞いてみましょうよ。しいでしょ。合ってるか分かんないじゃん。前田、確かに、前田ちゃんの言うことなんだなんだ。じゃあのスター春日が出てる時はもうすごい面白いんですよ、やっぱ、はい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 、ただあのうまいことツッコミやろうとするあの年明けの部分が出る。別にそれを年明けでやってるつもりはないよ。全部オードリー春日でやってるよ、全てのこと。だから年明け出る時が波以下というか。あなたの言い方、あの後輩2人とかと3人でロケとかツッコミ回って年明けやってるもんね。年明けの時が波以下だって。年明けでそれはなんだよ。ちょっとどうなのそれは言われて。いや、そんなことはないでしょう。そんなことない。もう全てスター春日でやってますよ。立場がいろいろ変わるだけでね。春日と戦うってなると高岸がちょっと分が悪いかなと思うんですけど、うん、ただ年明けが出てきたらもうこれコールド勝ちかな。今日どっちかなってことね。今日そうですね。いやいや、春日でやりますよ、もちろんね。今日は どういう感じでやっていくの、それで、はい、あの、うん、とりあえずですね、うん、今回の対決が実現するきっかけとなった、うん、寺川さん、うん、リモートでつながっております。そうそう、寺川さん。あ、こんにちは。こんにちは、寺川さん、はい、こんにちは。いや、もう実現しましたよ、寺川さん。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ちょっと安心しました。ねえ、よかったですよね、うん、あれ、髪切りました？あ、ちょっと散髪行ってきました。あ、いいですね。めちゃくちゃ見てるじゃないですか。いいね、寺川さんのこと。さっぱりしていいじゃないですか。今日に向けてね、準備してくれた。高岸さんは春日にとってやっぱかなり脅威ですか？そうですね、うん、前回あの発言をした時には、うん、あの闇討ちを想定してたんですけども、うん、闇討ち。そんな卑怯な手で倒そうと思ってたの？そうですね、今回ちょっとこうやって全面対決ということになって、うん、ちょっと心配してます。あ、いや、何がよ、そんなもん正々堂々とね、うん、やって、その闇討ちみたいな、その卑怯な手は使いたくないですよ、私は。ちょっと春日さんの、うん、その年明けの部分が出てくると。なんだそれ。いや、なんでそれがもう浸透しちゃってんのよ。ちょっと問題かなと思うので。なるほど。今日はここまではどうですかね。ここまでは今のところ、うんうん、あの高岸さんのコールド勝ちになっているので。何が。まだリングに上がってないでしょうが。